宿毛市の松田川親水公園に並べられたおよそ200匹の鯉のぼり。今日、地元の有志およそ30人が集まり、川に渡す作業が行われました。この取り組みは、子どもたちに鯉のぼりのように元気に育ってほしいと、地元の商工会議所の青年部が中心となって、2007年から行っています。よく見ると、鯉のぼりの中に竹を通しています。これを入れてないと、ワイヤーに鯉のぼりが巻きついてる。それを防ぐために、この竹を中に入れて。こうすることで、強い風が吹いても、鯉のぼりがワイヤに引っかかりにくくなるそうです。対岸の荒瀬山まで引いた2本のワイヤに、大小200匹の鯉のぼりを取り付け、作業開始から3時間半、鯉のぼりが松田川の上空をゆらゆらと泳ぎ始めました。鯉のぼりはなんと子どもたちに元気を与えますね、うん、町のみんなも元気づいてますから、うん、鯉のぼりは来月9日まで楽しめます。